皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。今日は何の企画をやっていくかと言いますと、みんなでクリスマスパーティー、イエーイ。シャン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 、ディ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  I don't wanna love for Christmas というわけで、今日はいつものメンバーでクリスマスパーティーをやっていきたいと思います。それでは企画やっていこう。今日はまずはクラッカーとワインの乾杯ですね。イエーイ。クラッ美容系みたいなテンション感でクラッカー。なるほど。犬とハゲのおっさん。犬とハゲのおっさん。お粘土のアニメ知らない？乾杯。メリークリスマス。うまい。ウォレスとグルミット、これはフルーツの缶詰にワインを注いだ即席サングリアです。サングリア風ね。あの果物をね、潰して飲むと甘くなるから、そうするといい。わしゃピノコがなんかファミマのクーポンでもらったスプリングバレー。プレゼント交換カンカンしたい。プレゼント交換カン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 しよう、うん、プレゼント交換カン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 、プレゼント交換カン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 。踏み切ったな。今回のルールとして、はい、2人から1人へもありにした上でどうしようかっていうのをそれぞれ。あ、そうだそうだ、 そのルールすっかり忘れてた。1ヶ月ぐらい前から、 あなたが今日買ってきたのは私は知ってるんだけど実は違います。おえ、おサプライズ、サプライズだ、サプライズ。じゃあ私たちこの人に騙されるっていう過去初のことをされたんださあどうやる？じゃあピノからいこうか。はい、青いフォーピノ青いフォーピノえ、青いフォーピノ知ってんの？だってこの人何をもらうか先に分かった方が安心とかって言うから。今回は軽いトラウマが。なんだよ、軽いトラウマ。今回は聞きました。見せて、でかい。はい、どうぞ。あ、私が受け取る前にそうそうそう、見せてあげてでかい。何？え、何何何？わー、いっぱい入ってるよ。え、何？お茶漬けだ。お茶漬け、スープお茶漬けセット。へえー、面白い。手羽先晩茶漬け。好きそう。汁物あげけ。里芋の豚汁。うわ、酒粕香るクラムチャウダー。うわ、レンコンとセロリのミネストローネ。うわ、めっちゃ美味しそう。白味噌香る鶏とキノコのクリームスープ。うわ、レンコン玉ねぎのカレースープあたりが素晴らしいセットになってます。チョイスが素晴らしい。絶対美味しいね。和食口のピノコさんにぴったりかなと思って今回はそれにしてみました。おめでとうございます。おめでとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。では私からピノコへどうぞ。メリークリスマス。メリークリスマス。かわいい。グレープフルーツシャーベットっていう、で誰だっけ、これなんて言うんだっけ。デイジーク。デイジークじゃん。デイジークアイシャドウ。アイシャドウ。イエーイ。もう見つけちゃって、うん、なんかさ、予算がさ2000円から3000円みたいな感じだったじゃん。まあまあまあ、そうだね。でもこれちょっと4000円ぐらいだったんだけど、うん、値段を言うってあるかだったんだけど、もうね、あ、これがいいと思ったの私、うん、まあ、ちょっと華やかめだと思う、うん、本人が思ってる、うん、このぐらいのものをつけてほしいなって思って、うん、ちょっとピンときたので、あ、すごい。これなんかアイスみたいなコンセプトなんだよ。あー、知ってる。知ってる。あー、かわいい。ピノコっぽー。そうぽいんだけど、でも多分自分だったら、うん、なんかこの辺の結構派手な、うん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 、ラメ物は買わないだろうなと思って。しかもそのサーモンオレンジピンクみたいな色も結構発色良さそう。使いやすそうだなと思って。めちゃめちゃ似合いそう。素敵。よかったです。続いて青い絵ちょっと強みしてたらいいけど全然ででんだーん。お、あ、これはもうだーん。もう僕だ。刺さりそうな予感。だーん。だーん。なんかもう持ってないかなって不安になるぐらい葵さんが欲しそうと思った。どうする持ってたら。どうしよう。持ってたら持ってるふりした方がいい。持ってないふりした方がいい。いやいや、もう言った方がしょうがない。持ってる。ごめん。好きすぎて持ってる。これね。持ってない。ありがとう。しかも買おうか3回悩んだ。最高。いや本当に絶対欲しいと思った。これは何魔法の
色円盤グラス。あ、迷ってるの知ってる。そう、私見た見た見た。一緒にいる時に、うん、これめっちゃどうしようかなって迷ってた。私多分2回ぐらい目撃してるそれ。それをね、あの読売ランドとどっかで。うん、私ね、ハウルの動く城大好きなんですよ。よかったじゃん。いやー素敵。これあのドアのあれですね。カシャンカシャンカシャンですね。ありがとうございます。打ち上げありがとうございます。私からありがとうございます。青い点、青い点。そっか、さっき買ったんじゃないんだ。さっき買いました。あ、やばいかな。さっき買いましたが、はい、こちら。え、あら、どうぞ。ありがとうございます。これあれですか、私が手にしていいやつですか。大丈夫ですか。もちろんです、あなたへのプレゼントです。開けて開けて開ける開ける開けていいの。うん、私ごときが開けなきゃダメ。あー、そうなの。これを、ね、そういうことです。それをこれをね、ちょっと見せてあげてください。すいません、ありがとうございます。こちら顔がずーっと悩んでたんだけどディオールのあのネイルのネイルオイル。ありがとうございます。ロクシタンのネイルオイルでいいやってきたじゃん、うん、でロクシタン調べたら3000円ぐらいだったの、うんうん、でもさ、ピノコに買ったアイシャドウが4000円だったわけ。でえ、じゃあその買えなかったディオールとシャネルっていくらなんと思って調べたら、それもちょうど同じぐらいだったから、うん、じゃあもういいでしょうということで。ありがとう。ちょっと飛び出るなと思ったんですけど、ありがとうございます。いやー、初めて持つこういうおたけデカデデデカコスデカコス嬉しいです。デパコスです。さあ、プレゼント交換会も終わったということで、はい、というわけでレイナさんへのクリスマスプレゼントなんですが、はい、私たち一つです。お、私から何ですか。いや怖い。え、めっちゃイケメンの彼氏。え、今回の予算で6000円。それで手に入るんだったらうちら全員もうさってハッピーライフ。ダメ、男を金で手に入れようとしてね。ダメ。じゃあ目をつぶってください。え、サンタさんがプレゼントもらう瞬間。そうね、開けていいの、はい、では目を開けてください。どうぞ。シャネルだ。何何何何何、私たちからです。え、何何何何何、なんだろう、え、何何何。シャネルお好きとおっしゃったので大好きです。シャネル大好きなんです。シャネルの中でもまあ逆に自分じゃ買わんかなみたいなものにしてみました。ちょっとやだ、緊張しちゃう。何、ちょっと待って、出せない。え、何、ちょっと見せて見せて。あ、いい。ハイライトね、かわいい。めっちゃかわいい。キラッキラ、これ全然伝わんないよな。キラッキラなの、本当にキラッキラなの、うん、結構ね、あの、もうちょい、こっちこのぐらい、うん、そうか、うん、結構キラッキラなんですけど、かわいい。え、マジめっちゃ嬉しい。なんかほら、レナさんはほら金のかかる女なので。そうなんですよね。なんかちっちゃいもの2つあげるよりもいいものを1個ドンとあげる方がいいかなって思うので。かわいい。しかも長く使えそうなので今回は、うんうんうん、シャネルのハイライトにします。ありがとうございます。というプレゼントでございました。メリークリスマス。イエーイ。いい回だったね。いい回だった、ね、いい回だった。なんか 全員テンションがぶち上がってる。結構当たり当たり当たりでよかった。結構早めに準備したもんね今回ね。なんか私なんか今日買ってきた。今日買ってきたんだけど今日買ってきたにしてはいいものが見つかったと思った。びっくりした。ありがとうございます。よかった。